おはようございますナキですで本日は松本光雅先生生ののごご著書強いい人生を作る中村天風の言葉という一冊ご紹介させていただきますこちら本チャンネルでご紹介させていただくの2回目になるんですけれどもちょうど1年ぐらい前にですね本書の紹介とまた松本先生へのインタビュー動画出させていただいておりますので是非ですね合わせてご覧いただければなと思うんですが前回の紹介の時はこの中村天風先生のね まさに心に心浴びる、ね、こシャワーだよということでお話しさせていただいて中でもこう健康に関する言葉を抜き出してご紹介させていただいたんですが今回はですねこの日常生活で気づかないうちに、ね、こうちょっとずつ溜まってしまったもう天ん先生の言葉ちゃんと覚えていろんなこと考えてやってんだけど だだだだん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 周りのねねマイナスに影響されてていってるとか、ね、自分の昔からの癖が抜けない否定的な考えが抜けないというので気づかないうちに溜まったこの心の赤みたいなものですねいっぺんにデトックスしちゃおうということでえ心のサウナ的な感じでですね今回この天風先生の お言葉に触れれててみいいただければなと思いますはいというわけで天風先生はもう言わずもがなですね各界の賢人偉人がねこぞって支持したよという日本が誇る大鉄人ですね。でそこで最晩年の弟子として学ばれたのが医師であり ご自身でですね、天風を世に広める会というふうにですね、その会長であるというふうに辞任されている松本光雅先生ですねで。この天風先生の言葉ってすごい難しいもの多かったりするんですけど実際にですね、僕松本先生にお会いした時に「難しいからこそ楽しめるんだよ」一生楽しめるんじゃないか」っていうふうにね、力強く教えていただきましたのでそのことをですねちょっと今回思い出しながらまた。 こちらの松本先生の分かりやすい解説付きの一冊をですね改めて読み込ませていただきましたでその中でですねいくつか皆さんにご紹介させていただきたいと思うんですがまず成、えー、年に向けて、まあ、この成年というとね年齢的なところを考えちゃうと思うんですが誰しもがですねこう心は常に成年だという気持ちでこの言葉をですね天風先生から直接受けてると思って聞いていただければと思います。 まず一つ目、人生は勢いだということで、これですね、こう、へこたれそうになったとき、ああ、もうダメかもしれないとかね、なんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだみたいなね、そういうことがあったときこそ、ここぞというときこそ、勢いを出さなきゃいけない。すぐにね、そんなことでいちいち落ち込んでたら、ただの普通の人じゃないか。 ね、天風先生のことを勉強してる人はもう普通の人じゃないんだとねここぞという時こそ勢いが大事だぞっていうねこういう積極的な心を教えてくださっておりますでは2つ目ですねさらにそれに続けてがむしゃらにやれと何でもかんでもがむしゃらだっていうことで,でその時に何かをこう努力していく時にね 夢とか希望は持つなよっておっしゃっていたそうなんですね。で、これどういうことかって言うと、夢や希望を持って目標を定めると、まだかまだかっていうね、まだあそこにたどり着かないっていう焦りが出てくる。で、その焦りがいけないんだよっておっしゃっていたそうなんですね。だから夢とか希望、目標をわざわざ作らずに、とにかく目の前のことに、 がむにに取り組むとにかくくベストを尽くすんだってこういうことをおっしゃっていたそうなんですね。はい、でそんな風にこうにベストを尽くしていく時の気持ちとしてこれを教えてくださってるっていうのが「断じて行えば鬼神もこれを割く」っていうことで鬼みたいなねこう邪魔するようなものがあったとしてもそんなものはね自分が「やるぞ絶対にこれは成し遂げるんだ!」っていう強い信念を持っていくと そんな鬼ですら退いちゃうむしろね何な,ならちょっとお荷物を持ちましょうかってあの味方してくれるぞこのぐらいのね信念が大切なんだということでこれと一緒にですね勇気は常に勝利をもたらし恐れは常に敗北をもたらすこんな言葉もですね青年たちに向かって教えてくださっていたそうなんですねはいでは次、えー、心についての言葉ちょっと見ていきましょうまず一つ目。 これ有名ですよね。「人生は心一つの置きどころである」ということで、まあ、どんな状況でもね心がそれに負けなきゃいいんだ。 暑い寒いあっても暑いからダメだ寒いから嫌になっちゃうとかじゃなくて暑いから余計元気出るよね寒くても四季があって日本っていいよねとかねその暑い寒いを感じるっていうのはね感覚だからしょうがないで暑い寒いだけじゃなくていろんなことね感情とか感じるのはしょうがないんだけどそれにいちいち心を引っ張られるなよっていうことでこの絶対積極っていう状態は常に平常心だよ ね、前回の動画でもこれご紹介させていただきましたが晴れてよし曇りてもよし富士の山だよっていうね常にドーンと心を動かさないようにしなさいよだからね心を一つの置きどころっていうのは常に平常心に置いとけ でそのためにねいろいろとこう心の使い方とかね言葉の使い方とかね心身統一法みたいなものを添付先生分かりやすく教えてくださってるんですけれどもとはいえですねいきなりそんなねいつも積極的でいけますかって言うとそうもいかないじゃないですかね。ねそういうい時は 不利でもいいからするといいよっていうことで武士は食わねど高ようじじゃないですけれどもね食ってないのに食ったふりああ満腹だってねやってるようなもので、えー、自分がすごくね どっからどう見ても満たされてるってわけじゃなくてもいやもう本当に幸せですよって常にやってるとね真似もだん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 ね不利もだん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 突き詰めていけば本物になるぞね現実が追いついてくるぞっていうことなんですよねでその不利もねやっていければいいんですけどやっぱちょっと難しいです天風先生とね、えー、心が どうしてもその嫌なこととかねいつも通りこうなんかマイナスな方に向いちゃうんですという方はぜひこの言葉を覚えておいていただきたいんですが心をパッと離しちまうんだよということで体がね 調子がが悪いとかね何かね何嫌な出来事が起きただけどずっと心をそれにとらわせるんじゃなくてパッと話しちまえパッと話すっていうのは一生懸命取り組んでね解決しなきゃいけないとかそうやってね病気をなんとかし直してやろうとかそういうことじゃなくて離れる。 でずっとそうやって思ってるうちっていうのは自分の心にね病気とか不運みたいなのを持ってる状態だからそうじゃなくてもう置いとけっていうことなんですよね。で新幹線でも何でもこうなんとかしようと思ってねなんとかこれ止めてやるんだってやったらもう全然歯が立たないですよね。だけど来たらひょいっておければなんだただ風が吹いて気持ちいいだけじゃないかだから心をすっとねかわすそういう 心の使い方がねできるようになるといいよって、ね、何とかして取り組もうとかねそういうことを考えなくていいよっていうことなんですよねはいじゃあそれからですねこの体を常に健康で頭もクリアに保っておくための方法として何歳になってもね「おいくつですか?」って聞かれたら天狗先生こう答えろって教えてくださったそうなんですがこちらです。 18と答えろだそうなんですね天風先生はいつまでたってもね本当にお若くて元気だったっていうことで非常にご高齢になってからもですね海外の語学を学ばれたりとかそういうこともされていたそうなんですねで周りの人が本当にこう年相応って言ったら変ですけど年以上の方もいるんですがだんだんこう年寄り地味てくるっていうのはすごく嫌いだったそうなんですよ。 でそういう方に「18」って答えろっていう風に言ってて「いやそうじゃなくて本当のね戸籍上の年齢教えてくださいお気持ちは分かりますよ」って聞かれたら「役場に行って聞いてこい」ってね「家 <laughs> え」っていう <laughs> このぐらいすごいですよね天風先生。ね。ただ まあ松本先生はね今はまあ役場行っても教えてくれないからねあのまあ個人情報保護法の観点により答えられませんぐらいでやっといてくださいねっていうことなんですが本当にそれ言ってね喧嘩しろってことじゃなくてそのぐらい強気でいなさいよ。 というわけで次にまあその年齢とか体の健康っていうのにも関わってくることなんですがやっぱ生きる上においてこれはね絶対抜けないよねということで姿勢感についいいててちょっととお話があるののでその言葉見てみたいなと思いますまず1つ目「結局は死ぬんだよ」っていうことでまああの人が憎いこの人は好きとかねいろんなことあるけど結局みんな死ぬんだ。 っていうことなんですよでここで松本先生が教えてくださってるのはこれは本当にね真理だよって例えば江戸時代とか鎌倉時代でねついつい死に損なってねっていう人が隣に住んでるんですとかねこの間あったんですとかって絶対ないじゃないですか。で必ず人は生まれたら死ぬっていうお約束のもと生まれてきてるんだよってそのことをちゃんとね知って っておかないと知ってるよそんなことっていう人もいるけどちゃんと考えて自分なりの死生観を持っておかないとつい本当に死に直面した時にすごく慌てることになるよっていや俺なんかね別にいつ死んだって構わないよってね豪語してる人でも病気になったらね病院行ってあっちの病院もこっちの病院も行くんだその病院行くのが悪いっていうことじゃないですよ。すごく 怯えて生きなきななゃいけないといいけとう人が多いんだよよいうことなんですよだからこれは若い時から健康な時からちゃんと死について考えておかなきゃいけないよっていうことなんですね。死について考えるってことは生きる生について考えるっていうことも含めてですね。はい、でこの死ぬことに関して2つ目の言葉死ぬも生きるもあっち任せだよということでもう死ぬ時は死ぬ死なない時は何をしたって死なない。とにかく 寿命は一回きりだから死んだ時が寿命だよっていうことなんですよ。 で、病気にしたって治るものは治る治らないものは治らないっていうね治らなくてそれで死んだらそれが寿命だってそういう覚悟を持つと実はちゃんと死に向かい合えるんだよっていうことなんですよだからといって自分が病気になったとかねもともとが体が弱いから自分なんかもう何やったってしょうがないんだからどうでもいいやって投げやりとかね自暴自棄になりなさいっていうことではないんですよ天風先生ご自身も肺結核になってね当時一番のお医者さんだって言われた人からもう助かりませんよって言われたのを 直して、あとね、90歳以上、まあ諸説ありますが、95とかね、そのぐらいまで元気でご活躍されたということなので、その長生きするためのね、体を強く生かすための方法っていうのはある。で、その方法をやっていけばね、ある程度、体を強くして長生きすることはできる。ただ、それをね、やらなきゃダメだよって。 ただ、ポーっと生きてたんじゃダメだぜってね。死ぬも生きるもあっち任せ。治るものは治る。治らないものは治らないって覚悟した上で、やれることはやっていこうよ。こういうことなんですよね。天は自らを助くるものを助く。そんな感じですよね。はい、では、え次の言葉。これ、生きる上でね、すごいあの心軽くなるかなと思うんですけど、勝って、たかだか数十年の命、仲良く争わずに行こうよっていうことで、 勝つってねなんか相手をこう口論とかもそうですよね競争して競争が悪いってわけじゃないんだけどその競争だけを見て相手を打ち負かそうってやってて勝ったその人より地位が高くなったでもたかだか数十年の命だとしたら みんな仲良く争わずに行った方がいいよねってその方が体にととっっってててもすすごごくいいいいししスストレスだってなな元気でで過ごせるよよねねうこんその向上することが悪いっていうことじゃなくて何が何でも相手を打ち負かしてやろうとかねあいつ嫌いだとかねこいつ恨めしいとかそういう心を持って生きるのをやめましょうねっていうことなんですよ。それも いつかみんな死ぬんだ100年後200年も誰もね生きてないんだって思うとこいつ今までムカつくって思ってたけどちょっと仲良くしとこうかなとかねそういうふうに少しだけでも心がねこう軽くなるんじゃないかなって思います。で今まで100心が重かったのが99になっただけでもかなりね楽になると思うんですよ。そういうことの積み重ねだと思うのでいきなり無理だよってねそういうふうに思わずに受け取っていただければなって思います。 はいでは次ですね、まあ、こういう天付先生のお言葉をね心に刻みながら生きていくんですがやっぱり日常生活ちょっとあダメかなってなっちゃう時ってありますよねそんな時に松本先生がよく思い出す言葉だよっていうので教えてくださってるのがこの3つですね1つ目「面倒くさい」などと言うなということでこの「面倒くさい」なんていう言葉はね え感謝がないから出る「不不平不満ななんんだっていうことなんですよねえ人生は全て感謝だぞ」って天風先生は教えてくださってて常に感謝感謝で生きていくと幸せになる今日目が覚めたことに感謝こうして手が動いて誰かのお手伝いできること足が動くこと親切な言葉を口にできること笑顔を作れること全部感謝だよ、ね、布団だって今日一日休ませてくださってありがとうございますって感謝して自分で畳みなさいよって。 なんてねことも教えてくださってるんですけどでもこの「感謝」がなかったらねなんでこの人と話しなきゃいけねえんだとかね布団だって自分で畳むの面倒くさいベッドだったら敷きっぱなしでいいじゃねえかとかねそういう風になってくるよってだから「面倒くさい」なんて言葉は自分の人生の辞書から消してしまえこのぐらいの勢いなんですよねはいでは2つ目の言葉「座れです」ですこのの座れっていうのは シッウンじゃないんですよそこに座ってくださいとかねあぐらかいていいよとかそういうことではなくて頭がこんがらがってきたと怒りが湧いてきた悲しんじゃいけないっていうのは分かるんだけどどうにもこれが止まらない、ね、心って自分でねなかなかコントロールできないのでその時にこの「座れ」らしいんですねでこれは要は心を空っぽにしなさい空の方に持っていきなさいよっていうことなんですよね。いいいろんんななことごごごごちちちちゃゃゃゃ考えててもそんな状態では絶対いいアイディア とかかも浮かんでこないよということでこの一番簡単な方法が添付先生が教えてくださる安城ダザだよよっていうことなんですよ、ね、ですねそれについてはねいろいろ調べると出てくると思うんで是非ねやってみていただければいいんですがあこういうことかっていうのが分かると思います。でそれを日常やっていくとだん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 その何かあった時急な時に座れって添付先生のことを思い出してあそうだ。 空に持っていこうっていうねそういうことをするといいアイディアインスピレーションが浮かんできたりするよ落ち着くよっていうことなんですよねでその空ってね一体どんな状況かよくわかんないという方のために一応ヒントとして例えばすごい芸術的な作品とかを見た時にあ 心が持っていかれるそんな感じだよっていう風なことも松本先生教えてくださってるんですねとにかくこれはまあ体験してみないとわからないと思うのでぜひやってみてください、はい、それでは日常の言葉3つ目最後これいいですよ 元気かという言葉でね、なんだかあの、アントニオ猪木さんみたいな感じなんですけれども、とにかくこの元気が一番大事なんだっていうことなんですよ。で、元気かーって聞かれたら、少々調子が悪くても、元気ですってみんな答えなきゃいけなかったんだっていうことなんですよね。これいいですよね。で、ちょっとぐらい調子悪いからって言ってね、すぐ青なにしようみたいになるな。それは誰でもできるよって。で、その青なにしようみたいな普通の人のね、生き方してたら、 普通だぞってねね面白くなないいじゃないかって、ね、そんな時でも元気に過ごすんだよってこれはあの天風先生とカリアッパー先生のお話なんか非常に面白いですよね。えー、お前今日調子はどうだいや頭がちょっと痛くてねお前はいつもそうやって言うけどなそれ言ってなんか気分がいいかっていやー気分は良くないですけど本当のことですからそれは確かに本当のことかもしれないけどそれを言ったところでお前のその調子が良くなるわけじゃないだろう。 で逆にそれを言うことによって「俺だってね自分では頭痛を感じたことないけれどもお前の頭こうやって痛いんじゃないかな」とかって想像するだろうそうするとどうだお前という一人の人間の頭痛が2人分出来上がるじゃないかねお前一体何の恨みがあって俺をそんな目に合わせるんだってねこんなお話があってこれ僕すごい大好きなんですけど、えー、言ってもね何にもならないような弱音を言っちゃダメだよっていうことなんですよね。はい でえー、とこれに関してはまあ特にね、まあ、注意するほどのことではないと思うんですがお医者さん行った時はね「えー、私今日絶好調なんです」とかね「元気なんですよお医者さん」とかねそういうのやる必要ないよってね病院はちゃんと症状を話してねそれに合わせた治療をするところですからねただそうじゃない時なんだかちょっと調子悪いぐらいの時で人に当たっちゃうとかっていうのはやめようね弱音入っちゃうっていうのはやめようねっていうことなんですよね安いちり紙に小便みたいにね「シュンってなりやがって」みたいなことも <laughs> 先生よくおっしゃっていたそうなんですね。その言葉を思いい出すすとととちょっとシュッとなりますよねはい、それではここまででですねなんとなく普段ねやってる心の使い方とかそうじゃなかったななんていうところを気づくきっかけヒントになったんじゃないかなと思うんですがじゃあそれをですねしっかりこう日常で固定していくために積極的精神ですねこれをやっていくためにこれを 気をつけてねっていうので天風先生がね教えてくださってる「散骨産業」っていうのがあるんですがまず散骨っていうのはこれやっちゃダメだよっていうことですねそれが3つあるっていうことなんですよ。でこの3つどれか1つでもやるとね命の力を弱めるぞつまり体にとっていいこと何にもないよ心ももちろんなんですけどだからこれは絶対やっちゃダメだよっていうので1つ目が「怒るな」。 ね、この怒る怒りっていう感情はなくても生きていけるぞとねこれは不要なものなんだ不要残留本能心動物心なんだっていうのでこういうのをさっさとね整理して出ないようにしておかないとそれはね心の中の猛獣が勝手に暴れ回って自分のね心のせっかく 花畑みたいなね幸せな状態にもできるんだけどそれをめちゃくちゃにしちゃうぞということなんですよねまあ起こるとね体的にも肝臓を壊しやすくなったりとかねいろんなこと起きますからねはいで次の2つ目やっちゃいけないの「恐れるな」ねあーなんか心配だなあれどうなるかなとかそういうふうなまあ 将来に対する恐れとかも全部含めてなんですけど本当に恐ろしいのは真理だけだぞだから真理以外を恐れるっていうのはおかしなことというかね無駄なことだよっていいこと何もないぞって結局一緒ですね、うん、で、真理が恐ろしいって何ですかっていうと天文先生のお話をちょっと借りてくるとこの場合はお前は怒ってもしょうがないよなとかね いやーやっぱ恐れるなって言ったってこれはしょうがない誰のことでもないからね自分のことだ恐れたってしょうがないよなんていうふうに真理はこう自然法則とかそういうものだと思っていただくといいかなと思うんですがそういうものは、えー、上々釈量のととか持っっててくれなないいぞっていうことなんですよね怒るな恐れるなで次の悲しむなもそうなんですけどそういうことをやったら。 誰でも分け隔てなく体とかね人生そのものを悪くしてしまう原因になるよということなんでその心理を恐れるならばこういうことは絶対やっちゃダメだよっていうことなんですよね。はい、で最後の3つ目「悲しむな」っていうことなんですがこれ「悲しむな」って言ってもねまあ怒るな恐れるなっていうのは何とかコントロールできるかもわかんないけど例えば身内のねお別れとかそういうのがあると悲しいよねって。 っていうのががあるんですがこれも必要以上に悲しみすぎちゃダメだよとかっていうのでじゃあそれってやっぱりね一番大きいのはその死の部分だと思うんですよ。でそれは ちゃんとさっきお話したような姿勢感を持つこととかっていうのが大切になってくるかな要は、えー、これ死んだら全部終わりでお別れなんだとかじゃなくてじゃあそれがどこに行くんだろう魂的な部分とかどうなるんだろうとかそういうところもね、えー、見方として知っておくっていうのは一つねヒントになりますよね大切なことかなと思いますはいそれでは次にじゃあこの3つをやめたら こうううやってて生きていきいいましょうというですね産業この3つの行いはねいつもやっていきましょうということなんですが1つ目が正直ですねこれは良心に戻ることをしないなんか心がとがめるってね例えば人のものを取ったりすると心とがめますよね。 これが心咎めませんむしろ嬉しい気持ちでいっぱいですなんていう人が、えー、いっぱいいたらねそれはこの世界は大変なことになってくるんですけどそうじゃないのはやっぱりね本心良心っていうものが誰しもがあるからっていうことなんですよ。でこの本心良心に戻るようなことをしてしまうっていうのは恥ずかしいことだよってね。 思ううといいいよっていうので,でこの「恥ずかしい」っていう感情をテンプでこの感じでね教えてくださっていたそうなんですよ。つまり心に鬼がいる心を鬼にするみたいな状態で要はちょっと人を騙してでもとかねそういうのでやった時に多少自分がそれでね人より いい立場に立てたとかね人を出し抜いたとかできてもきっとそれって幸福な状態じゃないしこの先も本当の意味で幸福を感じることってできないよねっていうことなんですよね。で次に「親切で」でテ風プ先生はこの「親切」っていうのをこの「深い」の方で教えてくださっていてこれはねあの昔はこういう字だったんだよということらしいんですけれどもまあ深い心でね相手に対して接するっていうことですよね。で、えー、これれは裏切られたとしても その親切に対してお礼がなかったとしてもするのが本当の親切だよっていうので見返りとかねそういうことを要求するのは親切じゃないよということですねはいでは3つ目最後に愉快に生ききていいましょういうこととこなんですよで正直と親切って結構心がければ結構できちゃうんですけどこれだけだと堅物みたいなねかくなっちゃうことがある。 そういういなんか冗談というかユーモアみたいなものですねウィットに飛んだって言いますけどこれ自分も他の人に対しても心に潤いを与えるものだよっていうので正直に親切にそして愉快にというのをね忘れずにこう気楽にねいいことをして生きていきましょうということですね。はいというわけでそんな風に生きていきましょうということなんですけれども私たちがね今回こうして、えー、天風先生の言葉に触れて 心をねこう洗い流したように同じように実は私たちの言葉というのも力を持ってるだからこの言葉っていうのを気をつけないと自分にね消極的な暗示かけちゃうことになるのでえこれねしっかり気をつけましょうという言葉をご紹介させていただきますこれテン先生の言葉ですね、えー、上顎号と下暗号のぶつかり放題で喋るなよ っていいうのででめちゃくちゃゃく面白いですよねとにかく喋ればいいってもんじゃないとちゃんと考えて言葉を口にしなさいよということでよくその天風先生って間違ったというか消極的なことを言われてた方に「言い直せ」っておっしゃってたんだって松本先生教えてくださってて例えば今浪人してるんですっていう方がいたらそれを言い直せと浪人っていうのじゃなくて今大学に向けてね勉強してるんですって言い直せそうやって 自分の心も傷つけるような言葉遣いをしてはいけないよっていうふうにおっしゃっていたそうなんですね。でこれはもちろん愚痴とととととかかかかか泣き言とか文句とか悪口とかね批判とかそういういのも含めてですよねでそれに対してね今しめじゃないけどこういう気持ちで生きていこうねっていうのがこのお言葉なんですが、まあ、今後仮りそめにも我が下に悪を語らせまいいないちいち我が言葉に注意しよう。 ということでまあ言い方ってね結構まあ捉える側の,、ね、その捉え方とかもあると思うんですができる限り相手を傷つけないようなむしろ心を軽くしてあげるような言い方って何だろうなって考えながらで自分自身もねこう卑下するわけでもなくお話しできるように。 気をつけていきたいですよねこのね上顎と下顎のぶつかり放題って表現すごいですよねこういう言葉って面白いなってね天風先生の思いますよね はい。というわけで、ここまでですね、ちょっと紹介させていただいたんですが、本当にこの松本先生の解説がですね、すごくわかりやすいので、で松本先生のいろんなエピソードなんかも載ってますんで、ぜひこれはですね、年に一回はちょっと僕読み通したいなという一冊になっておりますので、改めて持ってる方も読んでみていただければなと思います。まあそんな風にですね、たまーにこの天風先生の言葉、本とかね、に触れておかないと、 自分がこう気づかない間にマイナスが溜まっちゃってるなとか消極的になっちゃってるなとかっていうのもあると思うのでえそういう意味でも鏡だと思ってあ しまったここ違ったみたいなねのに気づくためにも触れておくって大事だなって思いましたでそれからやっぱ読むとね読んでる間にだんだん無意識のうちにこう姿勢が良くなってくるこんな本ってなかなかないなと思うんですよね大体こうやって読んでいくんですけどね天風先生の書籍ってだん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 こうなってくるんですよねでこうやって心とね体の姿勢が良くなるそれだけでもね本当にどれだけ価値があるんだろうって思いますので、えー、天風先生のご著書何か一冊はもう枕元に置いとくのを おすすめしますはいというわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます自分の主治医は自分ということを忘れずに今日も健康で笑顔でお過ごしください今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ今日もありがとうございました